スマップの木村拓哉さんが出演する自動車の CM 映像が公開されました。木村さんはジーンズ姿の市長役で登場し、堺雅人さんや笑福亭鶴瓶さんなど豪華な出演者と共演しています。ラブ&ジーンズ。ラブはともかくジーンズとは自由とか勇気とかおしゃれとか、そんな意味が込められている。カローラはハイブリッドに。この街の市長や市長、ラブ&ジーンズ、トヨタです。そして車のハイブリッドにちなんで、木村さんは何とのハイブリッドか聞かれると。普段はスマップなので、スマップと木村のハイブリッドが木村拓哉なのかもしれません。続いて今日のステージは必見です。木村拓哉 CM でも殿堂入り。木村拓哉さんが出演するトヨタ自動車の新 CM が完成。木村さんは堅苦しくなくジーンズを履くおしゃれな市長という設定です。ラブ&ジーンズ、それが僕のスローガンだ。ラブはともかくジーンズとは自由とか勇気とかおしゃれとか、そんな意味が込められている。ジーンズになったカローラ。 CM の中にはあのキャラクターもジーンズバージョンで登場。カローラはハイブリッドに。あの人がこの街の市長や市長。ラブ&ジーンズ、ハイブリッドリボン。ジーンズが非常に似合い、木村さんのファンが増えそうな新 CM。 撮影現場では打ち合わせ通りの完璧な演技を見せ、スタッフをうならせた木村さん。一方スタッフも木村さんが飛ばしてしまう車の鍵を上手に受け止め、木村さんをうならせました。1994年から5年連続でベストジーニスト賞に輝き殿堂入りとなった木村さんならではの作品。木村さんにとってジーンズとは？何も考えず自然体でいられる、そうさせてくれる特別なっていう